から遡ること6日前、高山では全国でも類を見ない音楽祭が開かれようとしていました。出演するのは、沖縄出身の人気ロックバンド、かりゆし58。他とは一線を画すこの音楽祭の目的が、町にも恩返ししつつ旅立ちを迎えたいっていうところと、僕も地元を一回離れてきたこの町がなんかちょうど入り口出口で重なればいいなと思って、企画したのは高山の高校生12人、その名もマップ04。自分たちもめちゃめちゃコロナ世代で、大した思い出もそのなかったし、卒業式も入学式までまともにできなくて、入学式は4月にあって、学校が始まるのか、学校行けなかったり、毎年ベトナムに行ってたんですけど、すごっ、行ったんですか。行ってない、行けなくて、三重には行きました。長島へ行きました。ちょっと待ってください、ベトナムから長島に変わるんですか。はい、長島へ行きました。修学旅行や部活動、体育祭、入学から卒業まで常に新型コロナと共に過ごした3年間は、思い描いていた青春とはちょっと違いました。そこで思いついたのが、高校生による高校生のための音楽祭。高校、地元の高校3年生とか高校生とみんなですごいでっかい記憶に残るイベントを作り上げるっていうのが目標だもんで、地元の子をバラバラになる前に集めたいっていうですね。高校を卒業した若者の9割近くが地元を離れてしまう飛騨高山地域。青春を過ごした仲間と最後に最高の思い出を作りたい、それがマップ04の目的であり願いでした。本番を迎えるまでにはたくさんの時間と苦労がありました。音楽祭に必要な費用は全て自分たちで捻出、企業からの協賛金やクラウドファンディングで集めたお金はなんと480万円。しかしお金以上に大きな壁が。目標ってあるんですか。協賛が430とか、で一般は100ちょっと60とかになってるので、まあ高校3年生だったら今大体30枚ぐらいです。で、一般の方は60枚ぐらい。1人でも多くの人に来てもらうため、チケットの販売場所まで行くことが難しい高校生には一軒一軒自宅まで渡しに。それでも思うようにチケットは売れません。すごい大変だと思います。前例ないですからね。ある意味この子たちがやったことを踏襲して次の世代たちがやっていくんだろうなって思うぐらいのことをやられてるなっていうふうには感じます。地元を考える始まりだと思ってるんですね。21日はゴールでなくて始まり、やっぱり最後彼彼女たちが頑張る姿を見たいなって、応援したいなと思います。でも本当チャレンジャーですね、あとはお客さんがいっぱい入ればいいコンサートになるんじゃないかなとも思うんですけどね。そして迎えた音楽祭本番。天候も悪い中、訪れたお客さんの数は、会場ご覧ください、行列ができていまして、結構人がね、お客さん集まってきてるんですよ。会場時間の10分前にすでに行列が。高校生を中心に地元飛騨高山の人たちが音楽祭を待ちわびていました。会場と同時に一斉にお客さんがなだれ込みます。撮られる、あーやっほー、来てくれた。高校3年生も多く駆けつけて、まるで卒業生の同窓会状態に。この日来場したお客さんは会場を埋め尽くすおよそ700人。すごい、地元の高校生を中心に一般の大人も注目するイベントとなりました。
鳥肌どうですかこれ見て。嬉しいですね、普通にシンプルに嬉しいです。初めてなんでちょっとすごいなって思いました。え、ライブ初めてですか？はい、初めてです。あのすごい音の大きさと本当に気をつけた方がいいと思ういやでも自分まだ2回目なんでこれで少なくね、うん、少なくね、うん、この地元っていうものに対して自分たちの同年代の子にエールを送る意味だったり故郷の大切さをこう忘れないようにっていう、こうメッセージがあることを知って非常に感銘を受けて今日楽しみに来ました。楽しみの人。はい。音楽祭では地元の高校生シンガーやダンサーが熱いパフォーマンスを披露。そしてかりゆし58の出番が。みんなと歌ったことがなかった高校3年間、ようやく笑って歌えるようになりました。救いがあるなと思いました。この思春期の3年間を顔半分隠れた状態で相手とこう出会うって絆とかがものすごく生まれづらいんじゃないのかなとか、でもっていう彼らの姿を見て、ああマスクとかウイルスなんかじゃ人のつながりは断ち切れないんだなみたいなのを彼らが証明してくれてる感じがして、この音楽祭で感謝を伝えようとするメンバーもいました。さっき本番直前に実行委員長が来てさ、ありがとうございますみたいな、今日はよろしくお願いしますみたいな言った後に、実は結構自分たちでやってるっぽいように見えるけど、うちの母ちゃんがものすごく手伝ってくれたんですと、いろんなところに連絡つけてくれたり細かいこといろいろと、え、母ちゃんは女で一つで僕を育ててくれたんですみたいな話をしたので、MAP04 のリーダー永瀬くんのお母さんよしこさん、メンバーの保護者をまとめて会場のお手伝いをするなど、今回の音楽祭を陰で支え高校生の彼らをひっそりと見守ってきました。リーダー永瀬くんは小さい頃から二人三脚で歩んできたお母さんへの感謝を歌で伝えたかったのです。そしてメンバーの中にはもう一人感謝を伝えようとしていた人が。なんかこういう時しかないんで親に手紙書いたんですけど、ちょうどお父さんと喧嘩した時に家飛び出して、でその時にそのかりゆしのアンマーって曲を聴いて、でめっちゃその時泣いちゃって号泣して、これ手紙最後書いたもの。パパには進路のことでいろいろ迷惑をかけたと思う。いろいろ迷惑かけてごめん。ちゃんとした大人になれるよう岡崎で2年頑張ります。パパ大好き。18年間育ててくれてありがとう。パパとママの子供に生まれてくれて本当によかった。Oh,
そうですね、リオン自身にも頑張ってほしいという気持ちはあるんですけど、まだまだちょっと俺もできることいっぱいやってあげたいなっていうふうに改めて思います。一緒に語らう歌がある、感謝を伝える歌がある。歌は人を励まし、人は歌から勇気をもらいます。最後は今を生きる全員に伝えたい歌。もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい、親友と語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい、一生忘れないような出来事言うの忘れてました。卒業おめでとう。コロナの影響でそのかわいそうな世代っていうふうに言われるところがあったんやけど、それが自分の中ですごい悔しい思いがあって、別にかわいそうじゃないっていうふうには自分たち思うもんで、自分らのそのパワーみたいなのをこのイベントで見せつけるみたいなのがしたいなっていうふうに。ちょっと初めて見た。